こんにちは、行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、一問一答形式で短時間で、民法の問題ちょっとチェックしていきたいと思います。このチャンネルでは行政書士受験に必要な勉強方法など合格経験に基づいてお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、今回ですね、ちょっと一問一答形式ですけど、こちらですね、心理留保による意思表示は無効か有効か、皆さんすぐお分かりですかね。はい、答えですね、お伝えをすると、これはまあ条文93条、民法93条のまあ条文そのものの知識になりますが、答えはですね、原則有効です。しかし無効となる場合があります。それはどういう時かお分かりになるでしょうか。そうですね、これですね、相手方が悪意有過失の場合は無効となります。ですので、これもですね、民法でよく出てくる原則有効例外無効という覚え方があるんですけど、こちらですね、原則は有効です。ただし例外は無効という、こういう構造ですね、よく民法でもですね出てきます。で、まさにですね、今回のこの民法の心理留保の93条もですね、この原則有効だけど例外無効ですよという、こういう構造のですね、条文になっています。この構造ですね、こういう形式でですね覚えておきましょう。この例外無効、今回のケースで言うと、相手方がですね、その表意者の意思表示が真意でないということを知り、または知ることができた場合は無効とするということで、相手方が悪意有過失であるときはこの無効となりますよと。原則は有効なんですけど、例外無効となると。こういうことですね。ということで、今回ですね、一問一答形式で心理留保の93条ですね、ご説明いたしました。ぜひですね、この機会にこの原則有効、例外無効というこの構造もですね、頭に入れておきましょう。それでは本日はですね、以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士受験に必要な、試験対策などお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。